Google Meet 会議を録画・自動文字起こしする方法。Notaを活用すると Google Meet 会議の画面共有を録画し、議事録を簡単に取れるようになります。今回は Google Meet 会議を録画・録音・自動で文字起こしする方法を紹介します。 Google Meet 会議を録画する際の注意事項。1.Google Meet で Web 会議を録画するには、Google Workspace の有料プランに加入する必要があります。2. Google Meet で Web 会議を録画するには、Google Workspace で録画機能の有効化を事前に設定する必要があります。3. Google Meet で録画ができるのは、会議の主催者、もしくは主催者と同じ組織内のユーザーのみです。4.Google Meet の録画を開始する際には、参加者全員の同意を得る必要があります。Notaで録画から文字起こし、議事録作成。Notaで Google Meet を録画する前に、ホストの録画許可を取ってください。Notaにログインし、画面収録を選択。PC 画面のみを選択し、収録を開始をクリックします。Google Meet を表示している画面を選択して、共有をクリックし、録画を開始します。収録を終了を押すと、画面収録が完了します。ホーム画面から録画したノートをクリックすると、録画内容と文字起こし結果が確認できます。グローバル会議の場合、翻訳をクリック、訳文の言語を選択すると、Google Meet の会議内容に翻訳され、国際会議や研修の時に活用できます。なお、翻訳機能はプレミアムプランでのみ利用できます。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録・高評価もお願いします。